in everything that papita you can find it fun you find it fun it's not a mom dog tv my stuff we check a block still today I have decided to enjoy all my life what are you doing for blood would you like to have a chat with us ママテレ始まりました。2022年最初のママテレでございます、はい、今年もどうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。さあどんな年にしましょう今年。ね、私からいきましょう、ね、2022年、うん、なんか子供がちょっと今年はまたあの入学と高校入学となるので、うん、またちょっと新しい活お弁当生活が始まったりとかするので、うん、ちょっとあと3年間かなと思ってるんですよ子供をお世話するのも、うん、だから一生懸命ちょっとこう自分の時間を作りつつ、うん、なんかこうやっていきたいなってママとしても楽しみたいなみたいな、はい、次第です。なるほど、はい、いいですね。まみちゃんいかがですか。私も2021年シャーッと過ぎていた感覚が自分としてはあるので、もう少し一日一日ずつを大切に丁寧に過ごすのと、お子さんの話もまみちゃん出ましたけど、我が家は下の子が保育園ラストの1年になるんですよ。大事な年だ。もうなんか上の子もお世話になって下の子も行ってる保育園なので、いろんな行事だったりお友達先生とのやり取りをこう最後だと噛み締めながら、はい、味わっていきたいと思います。皆さん2020年今年はまたいい年にしたいなと思ってらっしゃると思いますけれども、うん、スタジオご覧の通りあの花に囲まれておりまして、はい、この花のある暮らしをね2022年もママテレはおすすめしていきたいなと思っています、うん、本当に素敵ですよね。なんだろう ねお花がこんなに集まると、はい、まあ、まずこのカラフルなスイートピー目に入りますけれども、うん、もう宮崎は全国でも一番 このスイートピーの産地でございますので、うん、ね、色がまたいいですよね。いいですよ、ね、この淡い色が新年、ね、この新しい年の始まりにもぴったりな、ぴったり、うん、この花言葉がまさにぴったりな門出なんですよね。だからか、ね、卒業式のシーズンとかも、ね、人気ですけれどもね、香りもとってもいいのでね、いいです、うん、さあそしてゴージャスなメインとなりますのが百合でございますけれども、これ日向市で作られてますオリエンタル百合っていうそうです。なんかこう妖艶な感じもして、やっぱ存在感がありますよね。これ今回このね可愛らしさとゴージャスさが一緒になったようなこのコーディネートでございます。コーディネートはコーディネートですってね。あららららららら。ごめんなさい、もうコーディネートっていうともうこれが出ちゃうっていうもう。体質になってます。ちょっとこうガチャガチャしなきゃ。すみません、そうなんです、はい、コーディネートが枕言葉みたいになってます。すいません、まあ、でも、ね、お花に、ね、目行った後にその下にこうのツル科の植物がこう、ね、垂れ下がってますけれども、これあのウェディングとかでよく見かけると思うんですけど、はい、名前があのスマイラックスっていうそうなんですけど、これも、ね、あの県内では日向で唯一作られているところなんですってね。そうなんですね。この卵型の葉っぱがたくさんついてるんですね。これもまた、ね、ウェディングでも縁起のいい、ね、緑として使われているということなんですけどもね。ちなみに、まあ、花言葉シリーズですけど、このオリエンタルユリっていうのは花言葉何だと思います？オリエンタルユリ、うん、もう本当にパッと見て思いついたのはデヴィ夫人って感じだった花言葉がデヴィ夫人あでも近いかもしれません。堂々としたとこう威厳とかは、まあ、あとは純粋とか無垢とかね。ユリってやっぱりいろんな面を持ってるっていう意味なんでしょうね。いや何それ。いやでも今年はユリのように咲きたいですね。本当にすいません、ありがとうございます。散りたくないはい、でもあのこの寒い時期っていうのはお花がよく持つそうで、うん、でまたあの一番この年間通してもこのお花の種類がたくさん出るシーズンなんだそうですね。ぜひぜひあの花のある暮らしを楽しまれてみてください。もう本当に癒しになりますね、うん、さあ2022年のママテレなんですけれども、最初はやっぱりママたちの声からご紹介していきたいなと思っています、はい、今日はお便りご紹介したいと思います。ペンネームのムーニャンさんです。もうすぐ離乳食が始まります。簡単な離乳食ママたち教えてくださいと。
ということなんですけれども、ね、もうちょっと遠い記憶かな、ねね、なんかもう時代が変わってんのかなと思って、もう今すごい新しい情報いっぱいあるけど、そうなんですよ、ね、あんちゃんなんか覚えてることとかこれ便利だったよとか、私はもうよくやってたの、お味噌汁にご飯、うんうん、あのちょっとねふやかして柔らかくしてあげたりとか、うん、あと手づかみ食べが楽しくなってきた時期なんかは、うん、パンをスティック状に切って、あーやってたやってた、スープにつけさせて食べるっていうのが、うん、割と上手に綺麗にも食べてくれるし、本人も何かやりながらちゃんと食べてるっていう喜びが味わえてるみたいで嬉しかったっぽいですけど ね、うん、あの今本当にあのいろんなお出汁とか天然のお出汁とかいろいろ出てるみたいですけど、私は、はい、あのお魚が自分が好きなのでね、こうお魚 の、 あのお刺身用のお魚をこう軽くボイルとかして、でそれをこうほぐほぐしてあげて、でご飯の中にこう混ぜてあげて、こうお出汁でこうお茶漬けみたいにしてあげて、そうするとなんかすごいあのタンパク質も取れるし、でそこにちっちゃいお野菜をこう小さくして煮詰めて入れてあげたりとかすると結構食べてました、ね、いいね本当、すごいよ、わかります、本当2人すごい、あいかがでしたよ、私はもうあの市販を使いつつ、うんうん、まあ、お豆腐とかにその市販のもうあるですね、おかずがあるよね、離乳食を、うん、市販のものもものすごい種類があるし美味しいし、いや本当ですよ、ね、それも活用しながら、そうですね、あの市販のものが食べられるようになってくと、いざお出かけの時とかもね、うん、便利ですからね、そうですね、うん、はい、本当にあの私たちの頃とまた離乳食、そうそうそう、もうイメージごと違うのかもしれないんですけど、うん、ぜひあの便利なものを活用して、うん、こうじゃないといけないっていうのはやめた方がいいですよね、うん、疲れちゃう、しんどくなる、うんうん、疲れちゃう、その子が笑顔で食事の時間が楽しめる、食べるって楽しいって思ってもらえるのが一番な気がしますね、うん、そう、結構私ストイックになっちゃって、もう離乳食作りにこうハマってしまって、食べてるところに私は食べずにこうどうやって食べるかな、こうじっと見るんですよそうすると子供もあんまり食が進まないんですよ、やっぱりお父さんお母さんが美味しく食べてると子供って何気なく自然に食べるようになるらしいので、だってすごい見てるんですもんね、すごい私がこうガン見してるわけですよ食べてるところこうやって私たちでも食べれませんよ、猪木さんガン見されたら、うちの旦那さんもみんなあの震えますからね、じっと見るだけで震えますよ、でしょうねって言ったら角が立ちますね、そうですね、お宅の旦那さんが一番震えてますよ、あらあら、うん、本当にお手柔らかにお願いします、はい、で本当に、ね、離乳食こうじゃないといけないっていうのはありませんけれどもね、いろんなアイディアね、それからの便利なものもありますので、ぜひ活用してみてください。ムーニアさん頑張らずに頑張っていきましょうね、ありがとうございます。さあ続いては大人気コーナーの我が子自慢です。今年も可愛い子どもたちの写真動画、そして可愛いペットたちも登場していけたらいいなと思ってます。まずはですね、葵ママさんです。こちらの動画から、カートに乗ってるのね、お出かけしたのかこっくりこっくりということで、公園に遊びに行った帰り、気づけばこっくりこっくりしてました。娘ちゃんです。睡魔と戦ってる様子が可愛くて思わず撮影しました。お母さんこれ引きながら撮影してるんだね、いやでもこのシーンはたまらないね、いいです ね、 ね、揺れも心地いいんでしょうね、今遊んだんだろう、あとそれこそさ、こう離乳食食べながらさ、こうこっくり始まるっていうの撮らなかった、もう撮れました、撮れました、カメラ向けると冷めるんですけどね、そうそうそう、向かってやるんだけどまたこう始まるっていうね、で最後こうズベって離乳食に行くみたいなねあれはね可愛かったよ、可愛います ね、 ね、でも本当にこの時期一瞬なんでね、楽しんでほしいなと思います。青山さんありがとうございました、ありがとうございます。さあ続いてはお写真です。山ちゃんさんからいただきました、こちらです。これ生後13日目だって、13日目の娘です。お風呂が大好きです、もう大好きなんだお風呂、気持ちよさそうに、かわいい、ね、うん、ガーゼでこうやって洗うのもね、これお父さんの手かな、ね、緊張するよね、最初すっごいカチカチになりますよ ね、 ね、こうお風呂に入れた後の自分の肩こり、そう疲れたみたいな、ね、あとこれもしますね、ガーゼンを上に乗せ て、ね、乗せてね、ババンババンバンバンみたいなね歯見場の乗りいい湯だなっていやでもこれまたベストショットですね、いやこれがだんだんねまた表情が変わっていって、うん、笑顔もまた出てきたりとか、そしてまた声が出てきたりとかね、それこそお風呂中に寝たりしませんね、寝る寝る気持ちよくてね、はい、ありがとうございます。採用された方にはママテレ特製のクオカードを差し上げます。今年もたくさんの可愛い動画写真お待ちしております。